はい、お疲れさんです。ご連さんです。それでは SV68 にオプションパーツをつけていきましょう。まずは、木島さんのヘルメットロックですね。この後ろにつくのかな？これを外して、これを外して、間に割り込ませると、回った。 V ストローム2班はね、全く回らなくて鉄パイプ使ったんですけどね。ああ、にじるみ防止剤があんまりついてないですね。続きまして、これいきますか。タンクパート、こんな感じかな。こんなもんでしょう。続いて、リムストライプテープですね。まずは脱脂カル。はい、ではリムストライプテープですが、これ MDF の、6ミリ幅の白、無印ですね。で、これを貼っていくんですが、これご存知でしょうか。これ考えた人天才だと思うんですけど、こっちが6ミリ幅で、こっちが4ミリ幅かな。空間が空いていて、で、この先にリムストライプテープの端っこをこうピュッて通してピタッと合わせるんですよ。で、ここの角を90度に曲がるんで、このリムの角、この角に合わせて沿わせるようにして、こう貼っていくんですね。
するとこのリムの角からテープまでの距離が必ずこの隙間になるというので、本当にこれ考えた人天才だと思うんですけど、だから距離をこういちいちチェックしながらちまちまやる必要がないんですよ。押さえてこういうふうにホイールに沿わせるだけで必ず同じ位置に貼れるというわけです。うん、天才っすね。うん、まあこんなもんでしょう。はい、続いて前を、はい、こんなもんでしょうか。引いてみるとこんな感じ。派手になったかな。反対側から見るとこんな感じ。うん、まあイメージ通りですね。こんなもんかな。はい、以上になります。失礼します。